DAP とヘッドホンアンプが融合。こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんです。本日のご紹介はアステル&ケルンの新製品アステル&ケルンアクロ CA1000 のご紹介です。はい、これパッケージ、アクロ CA1000 はですね、価格、26万9980円、発売日が1月の22日でございまして、めちゃんこざっくり言いますと、デスクトップ型のハイパワーアンプと DAP の機能が融合したキャリアブルヘッドホンアンプ、運べんこともないよっていうことですね。自宅で特にいい音を聞くための製品だと思っていいと思います。最上級のイヤホン、ヘッドホンのリスニング体験を生み出す製品なのですが、気になりますね。早速中身を見ていきましょう。はい、というわけで開封いたしまして、こんな感じでございます。美しいですね、美しいです。ロボじゃん。こうね、どことなくこの宇宙開発のような感じを受けますよね。この金属の、ね、あまりの美しさにね、この未来からやってきた製品なんかなって思います。まずパッと見本体を見ていきましょう。まあ、やっぱですね、まずはあの 3.5、6.35 アンバランスと、2.5、4.4 バランスっていうね、あの4つの出力が、ヘッドホン出力がついてるんですね。で、入力に関してはこれデジタル光が、核ですね。で、同軸がありまして、 USB Type-C での入力っていうのもついてるんですけど、これはですね、充電用のチャージ用の USB と、別で、搭載されています。デジタル入出力用の USB-C も搭載してるってことですね。で、アナログの入出力は RCA で装備しておりまして、まあ、これを使ってですね、あのスピーカーとか、他のアンプリファーですとかに、デジタルオーディオアンプシステムとして使用することっていうのも可能です。入出力の設定はですね、タッチパネルで操作することができます。はい、あ、見えるかな。はい、こんな感じでですね、入出力を選択することがディスプレイから可能です。で、この後ろ面ですね、後ろ面には SD カードのスロットがあります。この SD カードのスロットは最大 1TB 対応します。で、今これ持ってるんですけど、まあまあ重たいです。重量は約 919g あります。まあまあ重たいですね。でも、そんなに全く持てないものではないですよ。まあ、別に普通に持てるレベルです。金よりは軽いと思います。デザイン的にですね、アンプの部分、この下のアンプの部分に AKJr. みたいな細い DAP が刺さってるみたいな感じのデザイン、あのボリュームの操作感っていうのがとてもいいので、そこをちょっと先に言っとこうかなと思います。こうね、こうなんですよ。すごいスムーズでしょ。で、このホイールの部分っていうのがとても小気味よく駆動します。で、これが何がいいかって言いますと、これがですね、操作するときがこのこういう感じでできるとこがいいんですよね。こうこうね、こう何かヘッドホンで音を聞いてますっていう時に、こうちょっと音量上げようかなとか、ちょっと下げようかなっていうのがすごく手軽にできて、机の上で操作するっていうのがとてもいいですね。こうカチカチカチってする感じじゃないんですよね。このね、 AKJr. みたいな、ダップに見える部分っていうのはディスプレイの役割を果たします。これちなみにこれ取れたりはしません。抜けたりしないです。中身の UI はですね、あの AK の DAP と同じですので、 AK シリーズの元々のユーザー様はこう難なくすんなりと親しみのある UI で、お使いいただけるのかなというふうに思います。ね、僕らにとってはいつもの画面って感じで親しみがありますよね。ポイントなんですけども、この 6.35 の出力ですね、これ実はアステル&ケルン AK としては初搭載と言ってもいいんじゃないかなと思います。ダップ型でね、ダップ型で 6.35 がついたっていうのは初なので、ここは非常にその大きな違いであるというか、その大きなターニングポイントになってるんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは CA1000 聞いていこうと思います。いろいろ視聴してみました。レビューにはですね、やはりこれだけのパワーのある製品ですので、やっぱこれでかなと思います。ゼンハイザーの HD800S ご用意させていただきました。まずですね、まあ、800S で聞いてみた感想としては、非常にその生々しいサウンドかなというふうに思います。こうレビューを書かなきゃいけないんですけど、もうレビューを書いてる手が
止まるほどのその引き込まれるような魅力というものがございました。このゼンハイザーの HD800S というのはですね、まあ、ハイエンドヘッドホンの中でもかなり有名なものになるんですけど、まあ、クオリティが高い、まあ、サウンドのクオリティが高いということでも知られてますけど、その反面ですね、その駆動力が重いというか、アンプにパワーが必要、駆動が重たいっていう風なんですね、ヘッドホンっていうのでも有名でございます。ある意味ですね、アンプやプレイヤーのその駆動力の話をするときに、まあまあ大体その HD800S はどれくらい鳴らせるのかと、HD800S は鳴らしきれるの、そのアンプみたいな感じでですね、ある意味ではそのパワーを測る基準みたいなもの、試金石みたいな存在になっていると言えます。で、こちらダクロ CA1000 のパワー感としてはどんなもんなのかという話なんですが、パワーは超余裕、駆動力も十分にありました。余裕の駆動力ですね。で、音の傾向としてはそのフラットとかナチュラルとか、もう生の楽器の音がすんばらしいような音でした。聞いていますと、すごくその聞いているその途中でその自分の中でどん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  DAP の基準が高くなっていくような、すごくそのすごいスピードで耳が肥えていくような気がしました。贅沢な体験です。シグネチャーナチュラルでも聞いてみました。こちらですね、そのアユートの、営業 S さんのおすすめの組み合わせでした。先ほどのですね、ゼンハイザー HD800S よりも、かなり音量が稼ぎやすいので、ボリュームはかなり、絞りました。スーパーゲインでだいたい90ぐらいのボリュームまで絞りました。そして音量の稼ぎやすさっていう部分もあるんですけども、シグネチャーナチュラルがもともと持っているその音の明るさっていうのがぐっと前に出たかなというふうに思いました。まあ、組み合わせの効果もあってか、ボーカルが際立つようなサウンドが楽しめました。ヘッドホンの特性がそのまんま伸びたなっていう風な感じですね。とてもその組み合わせとしては綺麗な印象が強かったので、スタンダードジャズみたいな落ち着いた楽曲っていうのと相性がいいかもしれませんね。はい、非常にパワフルでサイズ感も大きめなので、こちらと比較してみましょう。アセル&ケルンのカンキューブです。まあ、まあまずまあ気になる部分としてはそのパワー感の部分なんですけど、 HD800S ってこの出力している時のパワー感としては、実際聞いてみて少しその管キューブの方が音量を出しているような状態でした。管キューブのハイゲインでですね、128出している時ぐらいで、アクロ CA1000 のねスーパーハイゲインで110とか115ぐらいの感じ、それぐらいでまあトントンぐらいなんで、パワーに関しては数値通りの格上というふうに思っていただいていいんじゃないかと思います。で、サウンドの質とか傾向に関してなんですけど、差は結構あるかなというふうに思いました。比較するとですね、管キューブの方がちょっとメリハリのついたこの押し出しの強いような感じだったのかなというふうに思います。こうスケールの大きさとかそのパワー感であったりとか、この求められている要素っていうのは近いこの2機種だと思うんですけど、こうしっかり落ち着いてその音楽が聴きたいとか、まあ、よく考えたらあんまり持ち歩いてないなとか、もっと滑らかな音楽体験がしたいとかだったら、まあ、いっそこちらのですね CA1000 にこの管キューブをお持ちの方乗り換えるっていうのも一つの手かなというふうに思います。ヘッドホンで視聴する際なんですけど、ヘッドホンでスピーカーに近い音を聞くことができるクロスフィード機能っていうのが搭載されてます。このクロスフィードっていうのはですね、その片方のチャンネルに元の信号の一部をミックスすると、まあ、言うたらですね、もうかなり大雑把な言い方をしちゃいますと、これはなんでかって言いますと、あのスピーカーって右と左っていうねチャンネルでスピーカー置かれてますけど、実際その空気を振動して伝わってきた音っていうのは右のスピーカーの音が右耳だけに入るわけじゃないんで混ざるんですよね。で、その右のスピーカーから出た音が反射して左耳に入ってるとかっていうのもあるので、結構複雑な状況でこの独特にミックスされて耳に届いてます。で、そういう状況っていうのをヘッドホンで再現するような機能と思っていただけたらいいんじゃないかなと思います。で、これによってですね、そのスピーカーで聞くような自然なサウンドっていうのをヘッドホンで体感できると。でですね、このシェルカットオフとかシェルフゲイン、ミキサーのレベルとかがですね、細かく設定できます。なので自分好みのそのクロスフェードっていうのを設定することができるので、これ結構面白いなっていうふうに思いますね。効果もね結構ね感じられたので、あの興味のある方はぜひあのこの楽曲でやってみようとか、あの楽曲でやってみようっていうふうにしていただけるといいんじゃないかなと思います。サイズ感の話なんですけど、僕が想像してたよりは
小さいです。なんというかいやもうこんなんアンプやんっていうぐらい大きいものっていうのを想像してたんですけど、まあまだギリ小さい DAP と言えるし、ヘッドホンアンプっていうカテゴリーの中ではかなり小さい部類なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、その上ですね、まあ機能性ですね、その DAP の機能とか操作のディスプレイですとか、ネットワーク経由での再生ですとか、Bluetooth シンクっていう機能とかですね、まあいろいろと使える機能っていうのを使えますし、複合機としてですね、その、まあ、単純に DAP だけじゃなくてヘッドホンアンプとか、の DA のコンバートとして使うとかっていうこともできるので、機能やクオリティからするとそこまで大きいというふうには感じていません。はい、特筆するポイント、4段階の原因の設定があります。そして、最大ですね 15VRMS もの超高出力であらゆるヘッドホンをドライブすることができます。これどこまでのそのパワーのイメージなのかというとですね、これ環球部のハイゲインモードがですね 12VRMS なので、それよりもさらに出ますよということですね。で、主要回路を一体化した、究極の、サウンドソリューションテラトンアルファを搭載しております。効果的なパワーノイズ除去であったりとか、その効率的な電源管理ですね、歪み率っていうのを最初まで抑えるっていう風なことであったりとかですね、オーディオ出力インターフェースから元の音に近いオーディオ再生っていうのを実現しています。これ長年そのアステランドケルンがこの研究した特許技術っていうのが採用されておりますので、ある意味そのサウンドがいいっていう DAP の極致なのかなと思います。それとですね、据え置き型ではあるんですけども、バッテリーを内蔵しておりますので、この自分の部屋の好きなところに持っていけるようなイメージですね。まあ、ある時は仕事場に、ある時はリビングに、ある時は寝室にみたいな感じで、その場所を選んでいく、キャリーしていくっていうイメージですね。デュアルバンド Wi-Fi に対応しています。いわゆるその、Apple Music ですとか Spotify ですとか、そういった音楽ストリーミングサービスっていうのにも対応しているというわけですね。さらに BT シンクも使えますので、ワイヤレスでハイレゾサウンドっていうのを楽しめます。これよく僕使ってるやつですね。スマートフォンから、BT シンクでその AK に飛ばして、 AK からいい音を楽しむ、まあ、そういった Bluetooth レシーバーとしての役割、 Bluetooth レシーバーとしての使い方っていうのもできます。スペックのまとめです。はい、抜粋してご紹介させていただきます。結構ね内容が多いです。連続再生時間は約 10.5 時間、これがですね、フラッグで再生していて、アンバランスでボリュームが40、でローゲインだった時の、再生時間なので、結構ですね、実際はこれよりも短くなるシーンっていうのがあるのかなというふうに思います。で、再生ファイル形式、かなり多くの再生ファイル形式に対応していますね。DSD 音源であったりとか MQA 音源であったりとか、高音質が見込めるようなファイル形式にも対応しております。アウトプットのレベルですね、ローゲイン、低ゲイン、中ゲイン、高ゲイン、超高ゲイン、まあ、ロー、ミッド、ハイ、ウルトラハイとかスーパーとかっていう感じですかね。それぞれパワフルな設定でございます。まあ、あれですね、そのハイゲインのモードで環球部とほぼ同等みたいなイメージで、いていただけるといいかなと。まあ、その上の、スーパーハイゲインみたいなものが追加されているようなイメージですかね。はい、まとめです。いや、これはねすごいですよ。まあ、完全な据え置きっていうイメージのプレイヤーではなくて、まあちょっと持ち運べるぐらいのサイズ感に収められておるっていうところがまず1個すごいところですね。でですね、かなりハイクオリティです。めちゃくちゃパワーもありますし、めちゃくちゃ音のクオリティも高いです。で、まあ、それだけその犠牲にしたというか、その、ポータビリティみたいなものを犠牲にして、この形に収めたからこそ得られるハイクオリティっていうのが、感じられるんじゃないかと思います。こうね、ヘッドホンアンプとプレイヤーが融合いたしました、まあ、いわゆるイヤホンヘッドホンマニアにはたまらない、最強の一品が、爆誕してしまったんじゃないかなというふうに思います。ぜひですね、その、パワーと、クオリティと、その思ったよりもサイズが小さいというところとですね、体感していただきたいなというふうに思います。気になったお客様はイヤホンヘッドホン専門店イヤホンのお店で体験してみてください。本日のご案内はイヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんがご案内させていただきました。発売は1月の22日、価格は26万9980円でございます。
この動画がいいなと思ったお客様はぜひいいねボタンを、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。Thank you.